エマニュエル・コラールはフランスのレーシングドライバー。本人にとって世界レベルのモータースポーツへの参戦は大きな希望であったがフォーミュラ1には決して風穴を開けるまでには至らなかった。がエンデュランスイベント方面でうまく活躍した。フランスのフォーミュラフォードに1989年から参戦し翌年このレースのチャンピオンを獲得。翌年からは 国際 F3000 選手権に参戦し、リジェの F1 テストドライバーも務めた。1995年からは、ルマン24時間レースにも参戦を開始し、2017年まで連続で参戦していた。総合優勝を達成することはできなかったが、2005年にエリック・コマスとジャン・クリストフ・ブイオンと共に、総合2位。2007年にもブイオンとロマン・デューマと共に、 総合3位を獲得したほか、2003年と2009年には、クラス優勝する好成績を残した。また FIA スポーツカー選手権のシリーズチャンピオンを1999年に、FIA 世界耐久選手権のルーメン G と、アムクラスのシリーズチャンピオンを2016年に、獲得している。1995年に、シルバーストーンで、ポルシェスーパーカップのコラード、 2011年のルカステレ6時間レースにて、2012年のプチルマンにて、FIAGT 選手権スパフランコルシャン24時間レースインターナショナルスポーツカーレーシングシリーズ、スポーツカーレーシングワールド、カップアメリカンルマンシリーズルマン耐久シリーズ、ルマンシリーズ、ヨーロピアン、ルマンシリーズ FIA 世界耐久選手権。 ルマン24時間レースデートな24時間レース、セブリング12時間レース。ありがとうございます。